といや、クモブレニー。いや、しのみは、そんなんじゃないから、やめて。やばすぎ。はい、みんなおはようしよう。朝にずっとしてみたかったんだよね。今日とうとう願い叶ったりみたいな感じですね。いつも寝てるからこの時間。概要欄にも書いたけど、本当に朝活ってしたことがなくて、本当に久々だと思う。こんな時間に何してたの？この時間に何してたか聞きたいですか？深夜からずっとエマちゃんとゆいちゃんと何してたと思う？エマちゃんとユイちゃんと何してたと思う？しりとり。おもんな、人生。怖いよ。夜中から朝まで3人でしりとりしてたら。怖いよ。正解は普通に雑談やね。ちなみにさっき3人で一緒に朝マック頼んで食べてた。3人で朝マック頼んで食べてました。朝から決めてたマックを。さっきゆいちゃんが今から寝るって、そう、さっきまでスミレとイチャイチャしてたね。朝まで起きちゃってたから、朝活をずっとしてなかったし、たまには朝もみんなと喋りたいなって。聞きながら寝ます。おやすみなさい。うわ！え、待って、これ本物？偽物じゃない？これ。本物日月ゆい。歌聞いてます、いつも。いつも歌聞いてますよ。めっちゃ喋ってたな。本当に何時間喋ったかわからんくらい喋ってた。え、4時間 ?4 時間半くらい喋ってたんじゃない？喋ってて、あー寝ようかなーみたいな思ってたんですけど、最近朝リスナーさんと会ってねえなーと思って来ました。どう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 、嬉しいか、媚び売るな来たな、明日見せな、来たか。ちなみにね、もうちょっとで解散するかって思った矢先、 VG に明日見せな乱入最終的に4人で喋ってた。あ、なんか、スマちゃんくれてる。セナちゃんありがとう、センキュー。スーちゃんってどんな時も同じ声よね。そういう話ね、エマちゃんとしたんだよな。ゆいエマと、で、さっきね、喋ってる時にも、ゆいちゃん歌がちうめえよな、みたいな話して、スミレとエマちゃんって似てるよね、って言って、いや、わかるって話してた。歌が、ちょっと苦手で、みたいな。カラオケ行く時も、声量が出なくて、みたいな。自分の時だけマイクの音量下げるよね、わかるみたいな話してた。やっぱスミはセクシーであります。そうだよねー。スミレはやっぱり、セクシーだよねー。まあね。キモめのスミレじゃない？エッグ！ V スポのセクシー担当役もブレニー。まあまあ似てるな、これ。結構自分の中で再現度高い。まあまあ再現度高め。しのみやのものまでできそう。いや、しのみやはそんなんじゃないから。しのみやじゃないから。やめて。ちょ、薬飲みます。